9割復興している町であっても残り1割があるんだ。ここのところ各ステージステージで、違うというところをきちんとのステージでも必ず課題があるというところを理解をしたところであります。これからも支援を求めている人がいれば最後の一人まで支援をしていく、そのようなことでこれからの復興行政やっていきたいと思います。先ほど大臣は支援を求める方がいらっしゃったら最後の一人までということをおっしゃったんですが、この支援を求める人というのは避難者も含まれるということでよろしいでしょうか。はい、私いろんなところ行ってまして、こういう経験しました。ある民間施設、大きな建物がある民間施設です。そこに震災発生と同時にたくさんの方が、何百人という方々が避難しておりました。でも落ち着くにつれ1人2人帰って、最後の1人になったんです。民間施設ですから、民間の中堅幹部の方々は早く出てってもらって元の役割に使おうというのはこれ当然だと思います。でもそこの最高責任者、出てってくれって言わなかったんです。ですから避難している方々は一人一人がやっぱり事情が違う。でその一人一人の事情に合わせて自主的に出るまで待ってたんです。これが私にとっての最後の一人まで寄り添っていく、被災者に寄り添ってっていう本当に耳障りのいい言葉なんですけど、私はそこの責任者がやったと同じような気持ちで、そこまでできるかどうか分かりませんけど、そういう気持ちでこれから復興をやっていきたい、このように考えています。今の質問にもちょっと関係するんですけれども、復興庁の所管している原発事故子ども被災者支援法の立法の時に質問に立たれていて、その時にですね、チェルノブイリ法に準じたようなそういった法律が必要だという立場で、ご質問されてたかと思います。で今被災地から出てらした、久しぶりの復興大臣としてですね、チェルノブイリ法は原発事故から5年目にあちらでは立法されているんですけれども、改めてその被災地域を占領基準で区分して、そして住民に対して支援を長きにというか今現在30年経っても実施されているんですけど、そういった法律の運用というのを現在必要というふうに感じてらっしゃるか、ちょっと教えていただければと思います。はい、チェルノブイリ法を日本版チェルノブイリ法が、私は子ども被災者支援法であるというふうに思っておりますので、日本版チェルノブイリ法は、できたというふうに思っております。ですから子ども被災者支援法をきちんと活用して、支援をしていきたい、このように考えています。